の大晦日、お蕎麦屋さんで市川團十郎白猿。いつも動画をご覧くださいます皆様、今年は大変にお世話になりました。心より感謝します。来年も團十郎さんご一家を中心に一本一本心を込めて動画を作成してまいります。チャンネル登録していただけますと励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。市川團十郎を愛する家族。歌舞伎俳優の市川團十郎さんと妻小林真央さんが闘病中の大晦日でのエピソードをご紹介いたします。強い絆で結ばれて2016年12月の大晦日、再入院先から一時帰宅していた真央さんを連れて團十郎さんが向かったのは都心にある人気のそば店。駐車場から店に向かう道中、團十郎さんは真央さんの体を支えるように力強く手をつなぎながら歩いていた。当時團十郎さんはブログでこの日のことをこう綴っている。私もなんか涙出て、二人でありがとうと涙、二人で年越しそば、なんでもないことなのになんか連日泣けるわ。それから約半年後に息を引き取った真央さん、最後の言葉は家族に向けた愛してるだったという。真央さんは今日も天国から舞台に立つ團十郎さんと子供たちの姿を応援していることだろう。愛してる市川團十郎白猿。